はい、実用モテ戦略、仕組みです。口説きデートの店選び法ということでお話ししていきたいと思います。今回はですね、このデートプラン術の、連載ですね、その5になりますね。はい、5回目です。食事点が鉄板だというふうに言いました。はい、ではその食事点ですね、口説くために行く食事点はどういうところが適しているのかというね、店の要素ということについて、見ていきたいと思いますね。まずですね、あーって言って、まずあーっていうのは今後連載していくから、まずあーなんですよ。今回はこれだけ話すんですけども、席の位置ということがね、大事。最初に持ってきたのは大事なところだからですよ。L 字型横並びと。これが丸書きましたね。で、向かい合わせ。これがですね、×なんですよ。はい。女性とどういう位置に座っているかっていうことが非常に大事だっていう話なんですね。はい。で、ちょっとね、最近見た YouTube でちょっと思い出したんですけども、山本龍拳さんっていう人が、学び系、ビジネス系 YouTuber でいるんですけども、飲食店に申したいと。コロナで大変なんだけど、意見は言いたいということで言った中で、カップルシートっていうのがあるんだと。はい、それはですね、口説こうとしている。あるいはもうね、カップル、恋人になった人が行くという名前的にはそうですよね。ところが、個室はあるんだけども、向かい合わせに座るようになっていると。これはダメじゃないかって言ってましたね。はい。向かい合わせに座っちゃうと、なんかデートっぽくならないって。だからダメじゃないかとね。で、ちょっとどっちかというとね、スキンシップしたくてもできないから、なんでこんな風にしてると。店の人はもっと考えろって言ってましたけど、なるほどと。確かにその通りだというふうに思いましたね。はい。ちょっとそれを最近こうね、動画見てね、はあ、なるほどって思いました。その人別に恋愛系とか別に話す人じゃないんですけども、ですね、店に、飲食店に対して注文するなら確かになるほど、ありだなっていうふうに思いました。はい。余談に入っちゃいましたね。で、席をこうしたい理由ですね。L 字型横並びにしたい理由なんですけども、向かい合わせは、これね、交渉している位置関係って、これ心理学的な話になりますけど、そういう位置関係なんですね。で、L 字型は会話をすると。この位置関係だと。で、横並びは共同作業をしている位置関係だということになるわけ。こういうふうになると。そうするとですね、向かい合わせ、交渉しているっていうと、どっちかというと、ちょっと利害関係というかね、逆にちょっと利害が対立してたりする部分があったりしてですね、結局、利害関係で、ビジネスだとしたら、交渉だとしたら、例えばね、金額をいくらにすると。ね、売る方は高く売りたいし、買う方は安く買いたいじゃないですか。そういう意味でちょっと利害は対立してるんですね。もちろんその取引を成立させて、お互い利益を得ようという共通の部分もあるんですけども、交渉によってやっぱりちょっと有利不利を、やっぱり自分があくまで有利になろうとしてる。そういう位置関係なんですよね。それはちょっと恋愛には持ち込めないじゃないですか。ね、恋愛で、恋愛的には、どっちもこう付き合って、お互いね、得をしようというか、ね、付き合ってもいいようになろうっていうのが恋愛なんでですね、ちょっとね、損得をやっぱりここに持ち込むのは間違いなんで、ちょっと位置的にはやっぱふさわしくないんですね。で、この2つはいいっていうね、こっちだとどっちも仲良くなるような位置関係じゃないですか。だから L 字型が横並びかっていう話なんですね。で、ちょっと向かい合わせに関してもう少しこう細かく見ていきますが、まずですね、向かい合わせに座っていると緊張感がありますね。それに距離が遠いから女性の声が聞こえにくい。イコールこの仲良くなりにくいっていうね、そういう話なんですよ。でですね、ただですね、女性は向かい合わせに座りたがることが多いです。これはですね、比較的最近読んだその、ネットの記事から分かったんですけども、女性としては男性を見極めたいと思ってるわけですね。そうすると向かい合わせに座ってですね、こう全部男性の方が見えると。はい、もちろん話してるんですけども、話してる内容と声のトーンっていうのはもちろん聞こえるわけなんですけども、それと見る、その相手の男性を見てですね、その時の、表情とかですね、その仕草とか、そういうのも見ながらですね、見極めると。今言ってるのがどれぐらい本気かなとかですね、ちょっと怪しいかなとか、本気で思ってないけど言ってるかなとかね、そういうのをね、見極めようとしてるから、向かい側に座ろうとするって。一つはですよ。それ以外に、ちょっとやっぱりね、距離をこう、近づけたくないっていうか、話したいって思っちゃう。それと、距離を離すように座る方が、たしなみ的に思ってる部分もあるのかな、というところでですね、
ということで向かい側に座ろうとするんですけども、ここはね、ただ女性がそう向かい側に座りたいからって言って、男性はやっぱり自分の意思を通した方が口説きにはプラスだということはですね、言えますね。はい。で、まあビジネスではですね、まあ普通だけども口説けたことがあったかもしれないけどね、ビジネスでは向かい側に座るのは普通です。まあでも適してないっていうのは今言った通りですね。あとはでも向かい側にあったけど俺は口説けたよっていうこともあるかもしれませんがですね、でもこれ L 字型とか横並びに座ったらもっと楽に口説けたっていうようなことになるかと思いますよ。もちろん向かい合わせでもうまくすれば口説けるんですが、はい、楽なのは L 字と横並びですね。でですね、その L 字に関しても見ていきますけども、ここはですね、こっちがベストだと思ってですね、横並びより、これはですね、初回デートは会話がメインだと、はい、っていうことがあるから、会話の位置関係っていうのが一番いいですね。で、表情が見えると。向かい合わせよりかは見えないんですけども、見えるじゃないですか、普通に。L 字型なら。うん。だからですね、表情を見ながらやっぱり会話した方が男性の方もしやすいわけなんですよ。はい。ちょっとやっぱり見たいですよね。せっかくデートしてるんだから、女性の。っていうことがあって、横並びに比べて表情が見えて話しやすいですね。やっぱり表情見ながら話さないとつまんないなと思ってても、うん。真横だったらこうね、はっきり見ないと見えないですからね。L 字型だったら普通に見えるから、だいぶ違うんですよ。会話のしやすさは。で、あと高級感がありますね。L 字型っていうのは結構。はい。向かい合わせが一番大衆的というか普通の感じになっちゃうから、こういう意味でおいて、ね、L 字型がベストかなというふうに思ってますね。で、横並び、ここも OK だって言いましたけども、一つよく言われるのがね、距離が近くスキンシップしやすいか。まあ、スキンシップって、まあ、ちょっとね、手を重ねるとか。肩をちょっとつつくとかですね、肩を叩くとか、まあそういうようなことができると。距離が近いからですね。っていう部分はあるんですけども、うん。ちょっと私的にはね、初回デートでそこは、まああんまり狙いに行かなくていいのかなと思ってますね。はい。もちろんですね、女性がこうね、こう雰囲気良くなって、そんな感じもいいよっていうような雰囲気だったら、手をつなぎに行くとかですね、手を重ねに行くとかいうのはありなんですけども、はい。そっちを目標にしちゃうと、なんかそれ、しないといけないかなっていう意識になっちゃうんですよ。それはそれで、ね、女性、普通の時なら別に女性的にはそれが、なんか、この人ちょっと触りに来てるとかね、思われると、マイナスになる可能性も高いですから、うん、狙わなくていいのかなっていうことなんですよね。はい。まあ、手つなぎたかったら、帰りの道で歩いていく時とかの方が、やっぱりそこが狙いやすいかなと思ってますから、うん、これは3回目、4回目ならこの辺いいですけど、狙うのもですね。1回目は、まあ、その会話。やっぱ会話に集中するっていう方が大事。そっちの方が確率は上がりますね。はい。で、あと予約が大切って書きましたね。この横、L 字型とか横並びの席の店って少ないんですよね。向かい合わせの店が多いです。だから、ちゃんとそこを探して、その店を予約しないと、うん、向かい合わせになっちゃう。ですね、適当に選んじゃうと向かい合わせになっちゃうっていうね、席の位置関係上失敗するということになります。うん、ちなみに席の位置関係がそのね、口説きデートのための店選びに関しては一番大事かなと私は思ってますので、この観点でまずね、店を探してもらいたいなと思いますね。だからね、雰囲気のいい L 字型の店とかっていうのがですね、知っておけば結構それが有力な武器になるというお話でしたね。今回はですね、口説きデートの店選び法ということで言いましたけども、結論的にはこのね、L 字型がベストで、横並びは自然ということについて、考えておりますので、そういう店を探していただきたいと思います。はい、実用モテ戦略、仕組みでした。ありがとうございました。